やばいやばい、ごめんごめんごめん、すいません、間違え、待って待って、ごめんごめん、あー違う違う、顔面殴っちゃってる、顔面殴っちゃってる、待って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 、ちょっと待って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 、待って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 、なんだこれ、おい、これなんだこれ、絶対渋くんだろこれ、渋くん主張激しいなこれ、一瞬でわかるわ渋くんってやつ。渋くんに山の上来てほしいって言われたから来てみたんだけど、いやとうとう俺夢叶えたんだよねーとか言っててさ、何のことかなと思ったんだけど、あいつまさかだけど医者にでもなったんか、なんかずっと医者になりたい医者になりたいって言ってたんだよな渋くん、なんかそれっぽいな、でっけえ顔のオブジェとでっけえ顔の看板、そしてしょぼい建物、え、これまさかだけど、これ病院じゃないよね。上にあるこの赤いやつってもしかして、あの病院とかによくある十字マークのやつの左の棒なくなったこれ。これじゃただの、とだよ、と。あ、あれいた。これ渋くんか。中ボロ。あ、渋くん、お前何やってんだよ。あ、シグラインやっと来たかよ。いや、とうとう僕ね、医者になったんだよ、医者。見てよ、これ素晴らしいホスピタル、病院でしょ、すごいでしょ、これ。これ病院、え、これ病院？そうだよ。いや、ここでね、あの、患者さん待ってるんだよね、僕。え、マジで？渋くん、ここで、いろいろ治療とかする気なの？いや、そうに決まってるじゃん。ここ病院なんだもん。にしては狭すぎない？いや、そうなんだよね。外にあったでっかい看板と、でっかいオブジェ作ってたらさ、お金がさ、そっちに全部突き込まれちゃって、仕方ないから病院ちっちゃくするしかなかったんだよね。いや、絶対お金かける方間違えてる。渋くん、絶対に病院でかくした方が良かったって。何やってんの？やっぱり渋くんってアンポンタンだな。アンポンタンって何？ああ、渋くんは知らなくていいよ。そうそう、渋ラインにはちょっと伝えたいことがあって、ちょっとここに呼んだんだけど、ああ、そうだよ。わざわざこんな山の上なんかに呼んで。で、話したいことって何？いや、すごい単純なことなんだけど、渋ラインには医者になってもらうから。あ？え？医者？医者？え、俺が？いや、俺持ってないよ。なんか医師免許みたいなやつ。持ってないし、絶対そんな急遽言われたところで無理だし、そっち向くなよ、渋くん。砂漠見るなって。俺無理だって。いや、本当は僕が医者になりたかったんだけど、どうしてもね、この世界ではこう、体大きく見えるかもしんないけど、リアルの世界だと本当は渋ラインの肩の上とかに乗ってるくらいのサイズだからね。そう、僕ちっちゃいしさ、体もちもちしちゃってるせいで、患者さんの体を見ることはできないって言われちゃってさ、仕方ないから渋ラインに医者になってもらおうと思って。だから僕は、その医者の、側近、うん、渋ラインにはこれから渋ライン医者としてね、頑張ってもらうから、よろしくね。渋くんめっちゃ勝手だな。でもまあ、ここ立ったのって結構最近でしょ？だからめちゃくちゃまだ大きな仕事とかは来ないと思うけどね。ん？あ、電話だ。お、渋ライン取ってよ。あ、いいの？俺で。わかった。はい、こちら渋ライン病院の渋ラインと申します。そちら渋ライン病院で間違いありませんか？ああ、渋ライン病院、そうですね、渋ライン病院で間違いありませんよ。大変だです、息子が急に倒れて、これ手術しないとやばいかもしれないんです。手術ですか？そうなんです、とりあえずいいから急いで来てもらえませんかね。手術、渋くんどうしよう、手術だって、手術、よし、やるぞ渋ライン。あ、変わりました、渋くんです。渋ラインを今からそちらに向かわせますので、安心してください、今からそちらに向かって息子さんを絶対に助けます。よし、渋ライン行ってこい。勝手すぎるだろお前、勝手すぎるよ渋くん。いや、でももう行っちゃったから、もう行かなきゃ渋ライン。いやー、マジか渋くん、わー仕方ない、渋 MER 了解、出動します。もしかしてこの十字架が完成しなかったのってお金が足りなかったから？いや、それどころじゃない、出動します、渋ライン出動します。いや、早速手術室に連れてこられちゃったよ、急すぎるだろマジで。で、これが目の前が患者さんか。これ左上に出てんのがブラッドレベル、これ多分血の量だな。これがゼロになると危険なのかもね。これお客さんじゃね、お客さんじゃねえ、これ患者さんの名前なんだ。あ、すいません、患者さんの名前って何ですか？はい、こちらの患者さんはおもちくんです。おもちくん、あ、おもちくんですね。わかりました。よかった、渋くんいなくて。多分、いたらめっちゃ怒ってた。いやー、マジか。手術初心者だぞ、俺。大丈夫かな。まあ、とりあえず、でも、俺実は、
あの手術するような映画見てきたんだよね。だからちょっとそのシーンをちょっと再現してみればできるかもしれない。医師の渋ラインです。聞こえますか？聞こえますか？聞こえてないですね。わかりました。では手術いたしますね。心肺停止ですね。こちら心臓動いてないですね。じゃあちょっとこの手の動きでなんとなくやりますね。まず胸さすりますね。よし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 、胸さすりました。安全ですね。わかりました。今んとこ安全です。じゃあちょっとハンマー持ちますね。ハンマー持ちますね。こちらこれグググって、これつかめないです。ブランケット取りますよ。すいませんね、ブランケット取りますね。はい、1、2、3、はい、1、2、3、取りました。ブランケット取りました。はい、すいません、ブランケット取ったらもう中見えてます。かしこまりました。それじゃあまずですね、どうすればいいですかね、これ。ハンマーで砕きますね、その体。ハンマーで砕きます。とりあえずハンマーで骨砕きますね。いきますよ、1、2、3。大丈夫、大丈夫かな、大丈夫、これ合ってる、これあ合ってるかな。とりあえず割ってみるわ。痛い、痛くないね。オッケー、痛くないね。声聞こえないからね、まあ、寝てるからね。だい渋くん、しょっぱなから俺にこんな、いきなりこんな手術なんてレベル高いもんやらせやがって。あ、やばいやばい、ごめんすいません。間違え、待って、ごめん、あー、違う、顔面殴っちゃってる、顔面殴ったらやばいわ。顔面殴っちゃダメ。これで合ってる、これ合ってるのかな、これ。これ、ただ、今んとこただ骨砕いてる、ただのサイコパス医者だぞ、これ。骨砕いたから、これで、取れるのかな。骨取りますね。あ、骨取れた。大丈夫なの、骨取って。これ大丈夫か、俺成功してんのか、この手術。これでとりあえず心臓見えるようになったからいいんじゃないか。いいのかな。不安でしかねえよ。なんで医者になった初日で手術やらされんの、俺っていうか。あ、これヒント見なきゃダメだ。俺外国やん。なんで俺海外で手術してんの、今これ。よくわかりませんけど、この針刺しますね。これ大丈夫かな、これ心臓に刺して。やばいやばい、絶対ダメだ。めっちゃ血減った。これぶっ刺すんじゃねえの、これに、心臓に。よくわかんないけど、これ刺せばなんか回復するんじゃねえの。全然ダメ。わ、怖い。やばい、絶対落としちゃダメなとこに落としてるよ。ダメ、心臓切っちゃダメ、シムラインくん。え、どうするの、ほんとに。バカ。機材落とすを考えようか。マスク取っていいですか？すいません。マスク取りますね。マスク取れない。かしこまり。ちょっと待ってくれ。どうせいだこれ。やばい。残りの血の量が300になってるよ。ちょっと待って、これやばいよ。これ本当にやばいよ。このままじゃ患者さんがお亡くなりになっちゃう。医者になって1日目で大事件だよ、これ。ニュース取り上げられる？これ。心臓マッサージする？ここで。もみもみしたらなんとかなる？もみもみしてもなんともならないな。次、メスでこれ切り抜こうか、こいつ。この真ん中の背骨みたいなやつ。合ってるかな？合ってない。やばい、血の量が残り120。とりあえず、切りますね。ダメじゃねえか。医師の渋ラインです。もう一度やりますね。あなた人生2回目です。まず全部骨砕いたよ。おもちくん聞こえるかな？おもちくん聞こえるね。おもちくん聞こえてないね。おもちくんの骨全部取るね、一回ね。おもちくんもうちょっとで骨全部取れるからね。安心してね。さっきよりスムーズにできてる。すごい手つきがいい渋ライン医者。まるで初心者とは思えない手つきしてるね。やっぱね、渋 MER 見てたからちょっとあのね、慣れてるんだわ、こういうの。オッケー。で、ここまで来たらどうすればいいんだろう、次。読めねえんだよなこんなことになるなら英語勉強してけばよかったわ。 The upper and lower part can be cut using the electrical saw。 全然わからん。あ、何？あ、心臓だ。やばい、せっかく第二の人生を送ってきてくれたのに、このままじゃ死んでしまう。次こそ命がなくなってしまう。渋谷頑張れ。渋谷考えろ。あ、ダメだ、もう。やばい、もう血の量が300しかない。あ、待って、わかった。もうこれを、ここに、この中にぶち込んで、よし。で、こいつの中に心臓2個ぶち込んで、心臓2個にして、もう1個壊れても、もう1個あるよ、みたいな感じで、超無敵な人になった。これで、おもちくん。血がやばい、残り40しかない。やばい、渋ライン炎上する、マジで。渋ライン医者炎上です、これはもう。え、これにて、渋くんが立ち上げた渋ライン病院は、閉鎖いたします。渋くんごめん。